回も前回に引き続き梶原と安本がサンダの魅力について触れていきたいと思います。解説は引き続き平山さんにお願いします。よろしくお願いします。さて、私たちは今ここ本町通り商店街に来ています。こうやって商店街を実際歩いてみるとひしひし感じるんですけれど、今もこの昔の建物が形を残しているのってすごいですよね。そうですね。古いお家がどんどんね、なくなっていく中で、そういうお家を残して再利用してね、古い町並みに非常に役に立っているというお家もたくさんあります。その古い建物を再利用というのは、例えばどのような建物ですか？例えば悠々っていうね、小規模作業所なんですけども、でも表はギャラリーとか喫茶店にもなってるんですよ。喫茶店、それはちょっと行ってみたいですね。行きたいですね。行きましょうか。はい、行ってみましょう。行ってみましょう。ここがそうみたいですね。じゃあちょっと入ってみましょうか。行きましょう。はい、行きましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。学院大学の方なんですけれども、主催させていただいてよろしいですか？はい、はい、ありがとうございます。トーク悠々は、はい、どのような施設なんですか？脳卒中を持つ人で、失語症の後遺症を持つ人たちが通う作業所になっています。喫茶店の他に何をされてるんですか？普段は絵を描いたり、それから貼り絵をしたり、陶芸をしたり、中で創作活動をしています。で、作ったものを販売したり展示したりする、自分たちにできることをして通して皆さんに見ていただく。それではこのお店の意気込みやモットーっていうのを聞かせていただけますか？意気込みはね、できないことはないぞっていうのかとか、諦めへんでっていうこととか、やっぱり一旦元気で働いていた人が途中で障害になっていろんなことができなくなった、でもやっぱり諦めないでここに元気にいるよっていうことを伝えたい、失語症を知ってもらいたいし、いろんな人にここの人たちと出会ってもらいたい、それが一番かなと思います。今日はありがとうございます。はい、いえ、ありがとうございました。さて、前編後編を通して三田商店街を歩いてきたわけですけども、はい、普段何気なく歩いている三田商店街の中に歴史的なものがあったり、新しいものがあったり、とても面白かったですよね。はい、そうですね。これから三田の街を歩くのがとっても楽しみになりました。そうですね。まだまだお見せしたいところがたくさんありますけれども、それをもう皆さんの足で確かめてもらいましょう。ぜひお越しください。お待ちしてます。それではお相手は関西学院大学梶原と安本、そして解説は平山さんでした。それではさようなら。さようなら。